基本例題20番です。ここにある空気は、ピストンで閉じ込められています。隙間から漏れることはありません。この空気閉じ込めた状態で、このように温めます。温度は熱エネルギーを与えて、温めます。閉じ込められた空気が変化を起こす前後ではボイルシャルルの法則が成立します。ここに代入して P を P' を求めるという方針です。まず最初の状態は滑らかにピストンが動きますから大気圧がピストンを押します。中の空気もピストンを押します。これが引き分けなんですね。ピストンが静止していますから大気圧が押す力と内側の空気が押す力が等しい。つまり内側の気圧は P0 と等しくなります。したがってこちら側の T 分の PV が代入できますね。300分の P は 1×10 の5乗パスカル。体積は18センチの断面積です。断面積 ×0.18 メートル、これが温める前の閉じ込めた空気の T 分の PV です。温めた後温度は400ケルビンになりました。圧力が分かりません。 P を求めましょう。 P かける体積が断面積かける高さが 0.2 メートルです。これを求めると S が消えて P は 1.2 かける10の5乗パスカルとなります。